今回はですね、まあ、雑談になります。ちょっとした話題として聞いていただければ結構です。一応私のチャンネルなんで、まあ、雑談とは言っても一応スマートフォンに関連した、まあ、雑談、話題になります。えー、ここ最近ですね、皆さんも見たことあると思うんですけれども、まあ、ニュースでね、まあ、日本のテレビでもね、テレビニュースでもやってましたし、ネットのニュースなんかでも話題になっていました。えー、とコロンビアでね、飛行機が墜落をして、まあ、それに乗っていた子供たち4人が40日ぶりにまあ救出されたというニュースです。 まあ非常にですね、まあ、奇跡だ、奇跡だっていうことで話題になっているんですけれども、まあ、これはですね、あの小型飛行機がアマゾンですね、熱帯雨林の中に墜落をして、まあ、残念ながら乗っていた大人は亡くなってしまったんですけれども、その,その墜落現場にね、同乗していた子供がいないということで,で、遺体もないということなので、まだ生きてるんじゃないかっていうことでもうすごくずっと探してたんですよね。 そしたら40日ぶりに生きてね、見つかったということで、まあ、本当に奇跡だということなんですけども、まあ、そういったね、まあ、嬉しいニュースの中に、まあ、その見つかった時の写真っていうのが、あのニュースとかでも流れていて、で、このね、コロンビアの大統領がツイートしたね、写真もあるんですけども、そのツイートを見てですね、もちろんそのニュースの話題性っていうのもあるんですけども、私はすごい気になったところがあって、それをね、ちょっと紹介したいと思います。 それはですね、このツイートですね。これが、まあおそらくそのコロンビアの大統領、ペトロ大統領っていうんですかね。えー、この方がツイートした写真ありますね。えー、全国にとって、これ翻訳ですけどね。えー、全国にとって嬉しいことですねと。と40日前にコロンビアのジャングルで行方不明になった4人の子供たちが生きているように見えたと。まあこれちょっと直訳なんでおかしいんですが、まあ生きてましたよっていうね。まあそういった喜びのツイートと報告なんですけども、 まあこれはですね、本当に40日間子供がいなかったので、コロンビア軍がですね、軍が探してたっていうことで、この写真にも、まあ迷彩服を着たいかにも兵士っぽい方たちが写ってるんですが、でまあここにね、子供がどうもこの辺にいるということなんですけど、この写真を見てください。はい、ウォーターマークが入ってるんですね。ここになんとウレフォンのウォーターマークが入っています。ウレフォンのアーマー3ダブルっていうね、端末になります。 この端末は2019年頃に販売された端末なんですが、このね、ジャングルを捜索していた軍隊の方、あるいは、まあ、それと一緒に同行していた、えー、まあ、報道関係の方かもしれませんが、いずれにしてもね、こういったジャングルでの創作っていう過酷な状況の中で、ウレホンの端末があの使われていたっていうことにちょっと個人的に驚いたんですね。 で、これと同様の写真ですね。まあ、同じところで撮ったと思われる写真が何枚かあります。まあ、日本のテレビなんかでもね、出てたんですけど、その写真にもやっぱりね、このウレフォンのウォーターマークが出てるんですね。だから、ウレフォンはやっぱりガチなんですよね。ガチでこういう方たちが使っているスマートフォンとして使われているんじゃないかなと思います。まあ、当然ね、まあ、ジャングルで創作をするっていうことになれば、かなりタフなね、 環境になりますので、防水防塵対衝撃は当たり前というところでね、まあ、その辺でウレフォンのタフネスマートフォンが使われているっていうのはちょっと驚きましたね。で、こちらはですね、まあヤフーニュースに載っていた写真なんですけども、先ほどの写真とは違いますね。まあ、同じように、えー、軍隊の兵士の方たちが写っていて、えー、子供が写真が写っています。まあ子供の顔はちょっと顔にね、ぼかしが入っているようなんですが、ただウォーターマークにはぼかしが入っていなくてですね、ウレフォンのーアーマー、 3W ですね。やっぱり同じ、えー、スマートフォンで撮影されているということで。まあ、だから実際にこのね、ちょうど発見した現場に、このウレフォンを持った人が、本当にその場にいたっていうことですよね。だからウレフォンはガチなんですよ。やっぱりガチなんですよ。それではですね、このウレフォンのアーマー 3W 一応見ていきたいと思います。一応ウレフォンの公式の販売ページって言いますかね。あ、商品ページか。商品ページはまだ残っていました。当然今はね、もう買うことはできないと思いますけれども、 えー、まあ、ちょっと古い端末ですね。さっき言った通り2019年頃の端末ということで、ただ2019年頃だったら結構いい端末だったのかなと思います。えっ、ー、と、IP68、IP69 系に対応しています。で、2100万画素のカメラを搭載していて、NFC もこの当時でも既に搭載してるんですね。Android バージョンは9で、メモリーも6 g イとバッテリーも1 3 0 0ペア、ah、ワということで、まさにジャングルをね、 創作するには、もう、うってつけのね、タフネススマートフォンじゃないかなと思います。見た感じはもう、ね、えー、もうタフネススマートフォンといった感じです。で、バッテリーの容量がね、やっぱり1万ミリアンペアを超えてるというところで、まあ、この辺が、やっぱりジャングル等でですね、バッテリーを切らさない、なるべく長く使いたいと、バッテリーの心配をしたくないという方には、もう本当にぴったりのウレフォンのタフネススマートフォンですね。で、SOC はヘリオの P70 ということなんで、 今となってはもうローエンドもローエンドですし、まあほぼ使われていませんが、まあ当時だったら、まあまあそこそこ使える CPU、SOC かなというところだったんじゃないかなと思います。やはりタフネス性能ですね、当然防水、防塵あとミル規格、810G ですね。今は 810H になっていますけれども、まあこの当時では、まあ 810G が当たり前でしたので、この辺にもしっかりと対応しています。 まあ、スペック的にはですね、まあ、そんなに特殊なところはなくて、まあ、タクネススマートフォンと、まあ、バッテリーの容量が多いタクネススマートフォンで、カメラも2100万画素ということで、当時としては、まあまあ、いいカメラを搭載していたんではないかなと思います。当然ね、これ、ゴリラガラスにね、対応していましたね。で、1万ミリアンペアをね、超える大容量のバッテリーだったんで、一応1 8トの高速充電に、この当時から、 まあ対応していたということです。まあ約4年前ということなんで、まあそろそろですね、この方も、まあジャングルとかで本当に使うんであれば、新しい端末に買い替えた方がいいんじゃないかなと思いますね。ということで今日はですね、まあコロンビアの奇跡ということで、まあ40日ぶりにね、まあジャングルの中で、子供たちだけで生活をしていたんですけれども、無事に発見されたということで、まあそこのね、現場に居合わせた方が撮った写真がなんと、ウレフォンの端末を使っていたと。 いうことで、個人的にはこちら側の方にもすごくね、興味をそそられたんですけれども、まあ本当にちょっとした話題なんですけども、まあウレフォンもですね、まあこういったニュースにちょっと敏酌するのはまずいかもしれませんけども、まあただ実際にね、えー、こういった作業されている方、こういうね、えー、創作とかに加わっている方がウレフォンのね、タ卓ネスマートフォンを使ってたっていうことはもうリアルなので、これはですね、やはりうまい感じで、まあちょっとプロモーションに使うっていうことでもないですけども、えー、まあこういうところでもちゃんと使われてるんですよっていうのはね、少し歌っても、 まあ決して悪いことではないんじゃないかなと思いますのでね。まあ、ちょっと今回は紹介をさせていただきました。まあ、私もですね、ウレフォンの端末もうかなり紹介していますので、まあ、こういったところで実際に、ね、タフネススマートフォンが活躍してるっていうのをね、本当にね、こういったニュースで確認することができてね、個人的にはね、こちらのね、ウレフォンが使われてるっていうところすごく嬉しかったですね。はい、今回は以上です。